前回のあらすじ。ああ。そして物語は続いていく。始めましょうか。魔王無道を倒してからあれから一体上の世界は何がどうなっているのか。実家から行こうぜ。そういけないあれだな。トップクラス並みのあれを戦勝パレードをちょっとやってもらうじゃねえ。もうあやっぱここにもあれなんだ。へえ。ここもあれか。噂がもう早速もう広まってるんだな。魔王がいない。戦勝パレード来たから。さあお前たちは。ばあさんしかいねえ。こうしての俺の話は幸せ。相変わらずだな。いいのかそれで。世界のことを知るのも大事なんじゃないのか。あ、あいつがランドがいねえな。めっちゃ酔っ払ってんなこいつ。飲め飲め、わしの中で気分じゃよ。やべ、パレード。ガイドなんていう妙な勝負始めようかって。ねえってなやつ。謎やな。ああ。マジで。やばいな、おごりって。やばくねえか、そんな。とてつもない話やな。そんなことになってんの。ちょ、待って、ランド探すか。ランドが多分ね、俺の予想だとね。多分、道端にいそうなんだよな。そら、あいつに会いに行こう。まずはあいつに会いに行く。そして、すべてを聞き出す。あいつの裏事情的な心の心情の変化を。いたいたいた、ガイド人いねえじゃねえか。誰もいねえな。孤独なあれかもしれない。逃げられたか、それともなんか一人でそういうあれを。あ、なんか人がいる。ああ、なるほど。まあそれは難しいね。足が疲れた。あと格別の前に。ああ、プカプカやってんな。あばよ、バカ人どもが。はあ、魔物がまだ残ってんだよな。どうすんだあれ。はあ、本当によくやって遊びに出かけた。そうよくやるんですか。手柄じゃないか。この山が届いてます。素晴らしいだろ。よくやったね。紫なんでしょう。大きめになってるかもしれませんよ。なるほど、そうなのか。それでいいのか君は。仕事をほったらかしてニート状態。案内人。あいつたらかいの。あいつってそもそもやばいよな。お前あれ売ってくれたらあるよね。精霊の鎧さ、あれのあれか。結構だいぶいい感じでさ、あれになったね。ペレッペッペッペ、愉快な気分だった、まあ、ターニアのところに報告しに行くのはちょっとまだ後にしよう。美しく見える。おお、美しく見える。おお、なんか全部綺麗だな。ほんと綺麗だ。でもここにいたなんかさ、哲学的なあいつはどこ行ったの一体。あの変な人どっか行ってしまったな。よほう、代理の方倒したそうじゃないか。すげえ話やな。村の者が魔王を倒したんですね。立派なお子になったな。もうこの村を出ていくこともあるまい。この村で暮らすつもりじゃない。はい、やったけど。ああ集落のめり気をつけとるんだ。そうだな、自分探しのためにって言うと抽象的な話ではしてるけど、まあ、確かに自分探しって面白いな。ああ、しっかりするようでも本当だったら何歳ぐらいなんだ。16歳とかそんぐらいかな。なんだこいつ来たぞ。うわ来た、これこいつ来たよ。練習が上がった瞬間になんかさ、あるだよなんだこの選択肢は。いつだったら結婚する。結婚か。結婚な。気が向いたらしない。もうすぐ。期待持たせたのか。マジで。やばい。ちょっと待って。うわー、やべ。どうしよう。やってしまった。もうダメだ、もう逃げよう。夜逃げだ。もし夜逃げすら、とてつもねえことになってしまった。どうせ大丈夫だな。どうせあいつはな、あれだ。まあ、あのこと言っといてランドあたりで結婚すんだよ。結局はな。な。押す。恐れることは何もない。ちょっとテンション上がってんな。語り明かそうぜ。修学旅行的なあれでちょっと語り明かそうよ。夜通し。起こせる気ほんと。うっすねどうも。はは。なんかそんな寂しいこと言うの。あれちょっと刻んとくよ。ほんとあれだろ、なんかいろいろ話を聞きたかったんだな、君は。まあ、ちょっとまあ、しょうがないな。まあいいや。
パスタに任せよう。もう今日もいい天気だな。もうそろそろあれじゃないか、結婚の話も忘れてんじゃないか。結婚しないってよかったな。結婚しないって言ってもよかったんじゃん。うーわーやばいな、これは修羅場来るってのがそろそろ。まあいいけど別にも。ルックな、相手がおらんからな。いやー世界平和記念バーザーのマッサージ、これまたなんかやってんねん。世界平和記念バーザー、この世界のどっかに幸せの国があるらしい。幸せの国、なるほどね。幸せの国というものがあるのか。それはなかなかまた面白そうな話じゃないか。あー久しぶり。またここかよ。盗賊の鍵でしょ、あんた。盗賊の鍵があったおかげで、もうこの人から盗賊の鍵を買ったから炎の爪を手に入れたっていうのがあるんだけど、もうちょっと、もうなんか感慨深いな。で、それによってムドを倒すことができたっていう。もうこうやって人は巡っていくんだな、なんか。時は巡っていく。その流れがとてもたまらねえな。なんだよ。はい。くそー。何も準備ができない。そうなんだ。大丈夫か、お前さんなんだ。倒された魔王のおかげ。皆さんのね、めちゃくちゃだな。止まった、俺。たーけえな。そしてまたぼったくりだろ、こう。ぼったくりバーで。ぼったくりジジイバーで。かわいそうとかなんかあれだよ、ね、なんかこんな閉鎖的な空間になんかあの一人でポツンって言ってたら絶対あれだろ。まあでもいいけどね。あれはなんか楽しそうよ。俺持ってたっけ、これ。ちょ、待って。間違えた。あれ地図ってどうやって出すんだっけ。あれちょ、待って。地図って持ったっけ、そう。不思議な地図。あ、持ってねえか。R ボタンね。あ、これか。あー、これが今。てか、世界広いな。世界広すぎじゃね？だって今まで自分が言ってもらって、レイドックだってさ、レイドックライフゴッド、あんなのちっちゃなエリアしか行ってねえぞ。だって、これ見たらすげえな。世界とてつもなく広いぞ。いや、まだまだあれだよね。守るの水？ 400 ゴールド？あ、多分安いんだろうね、きっと。おー、久しぶり。たくましくなったわね。なんかそんなにやられて嬉しいよね。たくましくなったよね。お祭り。ああ、頑張ってんだ。なるほど。頑張ってるんで頑張らないことで。すげえ話だな。頼りの目に見えたけど。ほんとたくましくなった。見違えた。そんなに変わったの？どでかいことやらせよ。マジで？もう来てるね。怒られるな、おーい。また来てんじゃねえか、これは。もう全部なんかあれだな。もうたくましくなった瞬間になんかモテモテのあれだよな、ほんと。もうとてつもねえあれだな。もういいね。楽しいね、これは。なんていうこと、年収がちょっと100万ぐらい上がっただけでこんななんかもうあれだよ、いっぱい来るんだろうなって。とてつもねえ話だな。弟？あの二人、この、こいつら兄弟なんだよな、この、こいつとさ、さっき左にいたやつ。なんだこいつ、急に。このバザーで一気に決着をつけるよ。また何 ?1000 ゴール高え。高え。お前映ってんだろ。1000ゴールド高えな。なんだ1000ゴールドって。王様だけは戻ってきたって。ああ。ソルディ、あれソルディ嘘。ソルディいなくなった。やだ。うわぁ、ひでえ。もうやだもん。ひどいもん、なんかもうやだ、あんなさ。なんつう、傲慢な態度を取る人っていうのは、あれほんとね、ひどいと思う。なんだ、もう、とてつもないことするって。え、ちょ、レイドッキーになるな。何が起きるの？てか、トムはあれか、でもトム死んじゃったんだよな。で、トムとそのなんかソルディって関連性があるから、ああ。見事な働きだった。見事どころじゃねえだろ。ああ、幸せ。マモドはいないのよ。魔物は残ってるんだよ。魔物は残ってるから、まあ、何かしら、何かある。お、なんかあるじゃん。お城の前入れられる。わけにわかりませんよ。入れられたの、ザマミこれ。ザマミやこれ。くん。なんか犬寂しそうにしてるよな。俺最近ここの曲好きなんだよな。なんか好きなんだよな、ここなの。
王様？なんでその話になってるの？話が捏造されてねえかなんか。クリスティルズ。なんだ？話がなんか違うぞ。どういうことだ一体？教えろお前。うん。ちょっぴりつまんない。いいじゃねえか。部屋なのが一番だよ。毎日ニートになって暮らすのが一番さ。体も硬い。寝床万歳。空気。大丈夫か？もっとおばあさんじゃないかって嫌だ。なるほど。ここ、下の世界の霊毒からとここに住んでる人がちょうどあるなんて、おじいさんおばあさんなんだよな。なんかまたなんかあれか。なんか関連性があるのかもしれない。何かしらの。突然塀が降って湧いたような気分。おじさん、俺こいつあれじゃねえかな、ここひっくり返ったやつじゃねえ、こいつって、なんかあのおばさんってさ。おじいはあれだね。珍しいな。お祭りムードだ。お祭りムードだからあれか。ちょっと多少はテンション上がってるのかな。グゴーグゴーっていうのは、なかなかいいあれだよね。また悲観的なあれが来て。今日の日を迎えられたのが小林だったのかもしれない。なるほどね。じゃあ今、もう今あれだね、辛い日々を送ってるけども、明日になったらもしかしたら何かあるかもしれないという。毎日希望を持っていけろっていうことだな。明るい人だったっけ？気楽に今日ルンルンルン。テンション高いんだね。やっと疑問が解けたのだ。なるほど。その疑問っていうかあれだ、ラーの絡みの目的はあれか、知らされてなかったのか。ラーもいないのよ。ラーもいないんですよ。あれ、ここになんか女の人いなかったっけ。なんか霊毒様素敵だわ、とても素敵よっぽみたいな人がいたような気がしたんだよ。今思えばここでな、今思えばここでブーメランを買ったことからもあれだよね、物語始まったんだよな。懐かしいな。試練の塔とか言ってよ、ブーメランがなかったらあんなもんあそこのモンスターをなぎ倒すことができなかったって、あそこの親父にも感謝しなきゃ。ふぅ、レレレレ、こんにちは。この荘厳な空気の中で行くかじゃ。誠の兵士だ。誠の兵士どころじゃねえと、勇者だよ。勇者ですよ。行方知れずになった。なんでなんだろうね。トム兵士長といい、ソルディといい、どこ行ったんだろう。あ、人が変わった。お祝いのごちそうはもう。ああ、ゲーバンじゃない、あれ。ああ、前なんか人いたよね、そういえばね。互角にだから警戒するように。何で考えたの、ただで済むと思うね。上にいられたの。こっちの世界ではゲバンは悪いやつってか、ただの金持ちなんだよな。で、下の世界のゲバンは、どこ行っちゃったんだよ。うん。王様捨て身で手伝ったと思います。王様捨て身で手伝ったと思います。手伝ってねえよ。はあはあ。なるほどね。王様なんか話持ってるよね。まあ、まあ、でもそういう風にした方がいいんだろうけどね、国民的には。まあ、なんか、国民の支持を得るためになんか英雄扱いをするみたいな。なんとかしられるようだぞ、さあ。いいえ。ああ。なんだ、なんだ、これすげえな。こんな性格がいいというか、忠誠心があるというか、素晴らしいね。ほんとか？また嫉妬してんだろ、お前嫉妬してんだろ、またなんか、またこんな王様と一緒にって、もうどうたらこうたら。お、なんでこいつ、新キャラじゃねえか。楽しくやってるよ、さ。夢の中でのこと。好きなのさせてあげましょう。怖いね、この人。夢の中。ん？え、これ、あれじゃないの？この人あれなんじゃないの？この人シェーラなんじゃないの？シェーラ。多分。わかんないけど。この人はセーラで、どけどけじじい。ほらまたもうこの道塞いで、お前こんな道通してやんないからね、みたいな。そんなことはいいんだよ、お前たちは。お前はもうあれだよ、ちょっと早く通してくれないと、俺は。ああ嫌がらせやめなさい、もう。そうやってもう嫌がらせをするのはもう。おめえ早くしてくれよ、どけ早くどけっつう。こんなの真ん中通ってんの、お前今日は真ん中を通ってさ。わざわざ真ん中を通ってからのあれだよ。わかってるよ、わかりきってるよな、あの人。完全嫌がらせだな。あいつはもう嫌がらせの帝王だよ、ほんとな。嫌がらせマジで。一
じけずに待ったかいな。歴史の浮かれて飲みすぎちゃった。二日酔いが、二日酔い目。いや多分あれシエラだって、あのさっき言ったとこ、さっき言ったもん、さっきもさっき飲んでました。人が変わったように見えるから、金目のに戻るから。なんでバーニーさん、なにこれ、クールな王様だと思ったの。自分を抑えてやらせた、ムードを討伐のため。何やってんだ一体、何が起きたんだ。なんか様をって言われるようになってるぞ。どういうことなの、出世したんすんの。ボロが出ちゃう。カズマの王様に使ってた踊り子、何が起きてんだおい。ちょっと待ってくれよ、わしじゃ、わしシエラじゃなくて本物の冷凍庫、わかるの。いえ、大きいぞ。この若い人もなかなかいいもんだ。え、なにこれ、何、下の世界の王様なのかよ。下の世界の冷凍庫なのか、あのじいさんか。若返った気分。この世界の無駄なんておった時は操られていただけだったから、自分を取り戻してみるとさ、好きなもんじゃない。トム、あー、考えやることする。もう一度どれっけ。え、ちょ待って、じゃこれ元々の人格のさ、王様一体どこ行ったの。すげえ疑問なんだけど。じゃ元々のさ、若い王様は一体どこ行ってしまったの。だってハッサンがだってさ、あの武道の城でさ、一つになった時はさ、記憶を取り戻した。あれ違うのか。いや、わかんねえな、どういうことなんだろうな。一つになってしまったのか、この王様と、もともとなんだ、若い王様とあっちの下の世界の王様が。え、でも人格二つあるとどういうことなの。意識的には一体どうなってんの。二つ意識があるの。どういうことなんだ、一体。二人いるってことなのかな。二人いて、下の世界の王様が二人いて、その意識を二人で共有してるってこと。よくわかんねえな、なんか。ダーマジンでいっかぞ。謎が多すぎる。行きますか。またアーマの神殿、イニシエル人の逃げる道を司る神聖な場所、常にやってきてね。ようこそおいでくださいました。深い眠りについていたよ。この神殿の空は封じ込めていたよ。しかし心までを滅ぼすというのは、かっけえよと言ってんな。なんかな、人は皆人生の大部分、行くもよし戻るもよし、新しい努力にも目覚めていくことでしょう。この人結構かっこいいぞ。いい感じのあれだな。イケメン集がさ。仲間になれば。レベルが1に戻ることはないぞ。あー、修行無駄にならずまた通勤ができる。何かの修行についてはまあ、何の話をしてんだろうみたいなのがあったから。ドラクエ3とはまた違うあれなんだよな、システムだな。いろんなの話してた。はあ、はあ。修行を始めていろんな特技を覚えていくと、勇者が割れるかもしれない。その勇者に自分は倒されるかもしれない。まあ、ちょ、何を言ってるのかさっぱりわからないと思うから、ちょっと、ま、一体どういうことなのかっていうと、まあ、とりあえずこいつに話しかけて、ダーマの神殿。己自身を見つめ直し、これからの生き方を考える。まあ、転職できんだよ。まあ、ちょ、いろいろできんだよ、これ。望みか。まあ、例えば、まあ、主人公やるじゃん。今なるのこれだけじゃん。これね、職業選べん。戦士、武闘家、まあ、魔法使いとか、いろいろあんねん、なんか。でも、ただこれ戦士になったら、まあ、あと右にパラメータがあるんだけどさ、まあ、そのパラメータが、左のパラメータが今のパラメータで、で、それ、戦士に、なんだ、まあ、転職したら、まあ、力が上がったりするみたいな。右のパラメータがそれなんだけどさ、HP が上がったりとか、で、その回素早さ下がるけど、みたいな、そういう感じだね。で、まあ、何が特典なのかというと、まあ、戦士になったら、まあ、何かしらも特技を覚えてるね。攻撃系の、まあ、戦士にふさわしい、なんか、なんだろう。疾風好きとかさ、そういう特技なんだけどさ、まあ、モンスター前使ってきたんだけど、どっかのやつが。で、なんつうのかな。魔法使いになったら、まあ、バーバラが使ってるなんかメラとかさ、ギラとかさ、ああいうのをなんかどんどん覚えたりして、で、まあ、それだったら、まあ、まあ、ホイミとかさ、ホイミ、デホイミ、まあ、そこら辺の、なんだ、まあ、魔法とかなんか特技を覚えたりするんで、まあ、それは何を覚えるのかっていうのは、その職業によって違うの。まあ、これについては後々じっくりやるとして、そうね、まあ、こうやってもいろいろ選べるものがあるってことだね。
多分説明してくれる人いたと思うんだよね、他にも。で、まあ一応これを踏まえてというか。で、まあいろんな、そう、で、その、なんつうの。で、いろんなトピックを覚えていくと、まあ優勝が悪いかもしれない。まあその、なんつうの、まあどんどんね、なんつうのかな、職歴積むとさ、だ戦士になってどんどん戦っていくと、どんどんなんかいろんな特技を覚えるんだよ。で、さらにその状態で、なんだろう、魔法使いとかね、転職もできるんだよ。で、さらにそうなると、戦士の特技を覚えたまま魔法も使える、なんか、なんつうの、まあ、強い戦士が生まれてしまうっていう。だまあ、彼が言ってるのは、まあ、それにまあ近いことっていうか、まあ、似たようなことなんだけどさ。だまあ、これは、まあ、転職とか、いろんな職業につけばつくほど有利になるんだよ。結果的には。恐れていっぽいんだよ。上級職というのもある。戦士と魔法使いの両方極めなければ魔法戦士にはならない。もう一つ。自分の強さ見るか。自分の強さ。これ見るか。これ見れるわ。まあ、こうやって見ていくとなんか、右のハテナが、まあ、そのさっき言った上級職ってやつなんだよね。で、上級職にもまあ結構いろんな種類があるってこと。まあ、戦士と武闘家を全部極めたら、新たなまた職業につける可能性があるという感じかね。まあ、これいっぱいあるんだよな、これな。どうすかな。これ結構いっぱいあるんだよな。まあ、バトルマスターとかさ。ドラゴン切り岩石落とし。まあ、戦士と武闘家を極めたものすか、まあ、こうやってまあ説明してくれるんだよ。戦士。はやぶさ切り、魔人切りなどもあります。まあ、チラッと見るかさ。回し切り、爆裂切り。武闘家強いんだよ。魔王使う。まあ、ちょっとザクッとやっとくか。ベギラゴンとか覚えてる。まあ、いろいろある。敵から持ってるものは無駄もの。盗賊。まあ、ちょっと結構ね、早めにっていうかね。そう、これがね、これがこのドラケ6の、まあ、楽しいところというか、この魔物使いっていうのがあるんだけど、まあ、とある一定のモンスターを倒すと魔物がな、倒すと仲間になることがたまにあると。いうわけなんだけど。まあ、それもちょっと後でやるかもしれない。まあ、遊びに。コラーゲンとか。まあ、ちょっと、ざーっと見とくか。マオリアン使いたい。パラディ。意外な視点で自分を偽善しちゃうんですか。まるであれだな。ハッサンだよ。賢者。賢者強えんだよ。忍者なんですよ、忍者。ハッスルダンスや、みんなハッスル。あ、そうだ、あなたもハッスル。テンション高いな。すいません、つって。勇者なら死には厳しいもの。いろんな職を極め、そのうちを探すしかありません。まだ知られてない職業がある。なるほど。まあ、なんのこっちゃって感じだけど、まあ。まあ、とりあえずその職歴、なんつうのかな、星が、なんつうのかな、まあ、戦士になって修行したりすると、なんか星がね、増えてくるんだよ、だんだん。で、その星がね、確か8個ぐらい。8個ぐらいになると、そのま、職を極めたっていう、証みたいな感じで、なんか色が変わるんだよな。で、そうなると、また別の職業に行って、みたいな。で、その職業をまた極めたら、まあ、さっき言ったのがバトルマスターとかさ、魔法戦士になる。それもなんか後々細かいことなんかやってくるんで、まあ、とりあえずまあこんなものがあると思っていただければいいんじゃないか。何の職業がついてる。どうすっかな。悩みどころなんだよね、これは。いろいろここになんかあったはずなんだよ。何だったっけ。おかしい。これなんか小さな緑だった気がしたんだけど、小さな緑。ここだっけ。ここか。ねえ、あったあったあった。よし、まあこの部屋もまあいろいろあるんだけど、まあこれもいずれわかるであろう、何がどうなっているのか。何も知るために知ってる。はあはあ。
盗賊の島は一から始まります。ブドウがなりたいという。パフパフしてやった。ってやつはなんか落ち着きがないっていうか、もちろん世界最強である伝説の剣ラミアスの剣、かっけえな名前がな、この神殿は祀られていない。特別な人だけは賢者やバトルマスタースバスターから勇者になれるみたいな。俺じゃ無理かな。じゃあその何、上級職とやれるものを極めたらあれなのかな、極めるだけで勇者になることもあるのかもしれないということか。まあよくわかんねえな。まあよくわからんということで、あがねえ、なんかいろいろあるな。結構いいもの売ってんじゃん。ハザの剣だ、ハザの剣売ってんだ。よし、とりあえず一旦外に出るか。作戦会議をしよう。まあとりあえず職業についてはいろいろ考えるとして、まあそうだな、まあ次回に続くといたします。